国連大使館支援国5分近くなった事件で、推進式のコロンビアの近くの水分向けの設定した団体を見てみましょう。はい、こんな感じですね。緑が抜けてちょっと黄色がかかってきたから、まあ割と水分向けのいい感じなのかなと。で、まあ、ちょっと今弱めたんですけど、大体この弱火で、まあ、下火まで行かないところで水分向けをやるっていうことですね。はい、うん、長編ぐらいで、私としてはちょっと長めなんですが、道端が入る直前の花火、水分を抜けた後の道端ところです。基本は道端が起こるまではこの蓋をずっとしていたんですけども、私もちょっとレポートとなると蓋を外す機会が多いので、なるべく取りたくないというところです。今、打ち合わせのバチバチっていうのが始まりました。ちょっとだけ覗いてみましょう。色味がほとんど変わってないですね。さあ、見張りが始まった感じです。分数的には10分ちょいですね。私としてはもう 2,3 分遅れてます。もうこの音は8分台で聞いてますね、普段は。まあ、ちょっとレポートしながらなんで、ちょっと火のあたり弱いっていうのがちょっと微妙になってきますけど、もっと火を打ちたいように弱めます。で、この弱火で近火でやって、このピチピチが聞こえたら、もうあとはもう10秒単位、5秒単位ですね。で、判断していきます。結構イタリアンロースを目指すので、もうちょっといきます。はい、こんな感じで、まぁちょっと火を切って、この状態。あと10秒ぐらいはこの土手の上で追い。ごとくっていうんですよね。ここの部分熱を帯びてるので、まあ、火は切ってるんですけど、そしてチャフがすごいですね。これがもうコーヒーの皮です。チャフと呼ばれてる皮が飛び散るということで、あとで掃除機で吸い取るんですけども、はい、こんな感じで追い焼きをして、で冷まします。だけ、まあ、2、3度目こう火吹きで冷ます。あとは内輪です。で外でチャフをもっと飛ばします。縁側です。で、このザルからザルへ移すっていうことで、冷ます速度を少しでも早めるっていうことの、小技ですね。まあ、これはもうドリップしてる時もサーバーから、飲むカップに移す、そのカップに注いだお湯をまたサーバーに移して、そこからドリップに注ぐみたいな感じで、移すたんびにすごい温度はガクガクガクと下がるので、そういうテクニックを私はこまめにやっておりますっていうことで、あとはもううちわと、場合によっては扇風機も使います。まあ、冬場なんでほとんどうちわで冷めちゃうんですけど、こんな感じで、今回は、コロンビアの欧州を焙煎いたしました。ありがとうございました。ちょっと手が空いたので今このストップ値を止めたんですけども、このですね、冷ましてる時間が2分半、まあ、3分近く経ってるんですが、実際はもうちょっと1、2分、もうちょっと2分ぐらいでもう済んでるんです。いろいろとまごまごしてて1、2分ちょっとオーバーした表記になってますが、この11分47秒あたりで、そのザルに開けて、内輪で冷ましてる段階のところですね。10分55秒こちらが火を止めて、ガスコンロの上で、じーっとちょっと追い焙煎、追い焼きをしたという感じで、まあほぼ1分近くそういうことをやったって感じですね。まあちょっとやりすぎだったかもしれません。まあでもイタリアンロース目指したんで、そのぐらいでもよかったかなと思っているところです。あとは冷めた後の分量を、何グラムぐらい水分が飛んだかっていう、焙煎し終わった後と木豆の時の、豆の重量ですね、これを測って、焙煎の進み具合をその重量でもって鑑みるというか、何というか、73.5g ですね。なかなかいい感じで水分が抜けたというか、まあ、焙煎が進んだっていうのと比例して、水分もいい感じで抜けましたということですね。大体私は 76g とかになるのが多いですね。フルシティ手前ぐらいで切るので、大体今回はイタリアを目指した焙煎度合いっていうこともありますし、まあちょっとレポートしながらなんで、まあ、じっくりその分、水分抜きにも、まあ、それが功を奏したんじゃないかな
若干の入り沼も最初見えてたんですけど、それもちょっと気にならないぐらいにあのいい感じで水分が全体的に抜けたんじゃないかなという。そしてこの 33g という、まあ、実際ちょっと焙煎前に、93.5g 極豆を入れた後に、5粒ぐらいちょっと痛み豆というかカビっぽい、水洗式ならではのカビ豆というものがあったんで、それを4、5粒取り除いたんで、まあ、1g もしかしたら多い設定かもしれないですね。 74g って感じかもしれないです。今ちょっと今パッと見かけて貝殻豆みたいなのをちょっとハンドピックしたんですけど、っていう感じで、コロンビアウォッシュド焙煎いたしましたっていうレポートでした。ありがとうございました。